出入りしにくいけど、この狭さ。フェンスもちょっと切っちゃいます。プランターの大きめのやつで、そのステージになる。これは意味ないですよね。これこそ本当ガーデニングで。出てきたこう材料においてちっちゃい目の花壇を使って花台作ったり、アプローチこの石を使って貼っていきます。いろいろ活用できる空間にしたいと思います。あ、花壇これで終わりです。植物のバッグ、ちょっと乾かして、でエコグローブ、こんだけちょっと整備すれば広くなるので、ね、ゆとり合う空間になったと思いますけど、はい。まあ、こういう部分にもいろいろと花は植えてあるんですけども、手入れしにくいというこの寒さがあるので、リース店もお客様の方が自分で作られたやつですから、ここだけでちょっとホースを延長するのも大変だと。だけどやっぱり道路に関してはこんだけのオープンスペースになってますから、ここを活用すればいいのかなとは思ってます。もっとこっちから外から道路から管理しやすい、手入れしやすい形にし合えば便利だ。外から見栄えがいいような、そういうちょっと演出したいなという感じですね。はい。表の方も植物を一回整理してそれでやっていきます。で並行してあのフェンスもちょっと切っちゃいます。今度はここを取ったところに一応あの花壇を追加、外から花壇しやすい、手入れしやすいように立体線あるんで、だからここからもホースの表にもでこう狭いとこ通んなくてもできるという。もともと室外機がなく、まあ、ここを通れて中庭まで行けたと。だから管理もしやすくて、周りに植木を植えたりしたらしいんですけど、リフォームしたりなんかで
どうしてもやっぱし室外機をつけなきゃいけないっていう形でこちらの方に設けたらしいんです。今こう切りましたところを今度はちょっとブロックをこう積みます。でフェンスをここに こう切っちゃいます。これ活用して柱だけちょっと新しいやつを買ってますけど、これで一応ブロックとフェンスの支柱を付け終わりました。次はここは全部支柱を見せないで自然石のランバリ貼っちゃいます。でこっちはランバリ と花台置くような形、こっちはもう鉢を置いて楽しむという感じ。もう地植えしていっぱいやって大変なんで、もうプランターの大きめのやつでそのステージになるんです。これはいいんじゃないかと。ここに2箇所こういう、ちょっと結構人通りが多いんで、お花を楽しんでもらおうかなと意味合いを込めてこういう形にしました。これも出てきたんで、これポイントに、あとこれを鉢にもつる系の植物も多分今まで使ってましたから、だからちょっと刺しておくか、鉢で釣るものはここにこれも釣るものを絡ませる部分も、前はカロライナジャスミンとかそういうのも釣るものやってましたんで、いや、ちょっと大きい、11個、これはちょっと大きめに。色を塗っちゃいます。ジョリパッドで。だから下地
ベースモータルで一回ブロックを全部目地を潰しちゃいます。で最終的にジョイパッドで、これ奥さんとお孫さんで自分たちに塗りたいということなんで、そういうのを楽しみながら、どんな塗り方でもいいんで色を決めましたから楽しく塗りたい。まあ一応一言養生関係とかの塗り方とか、まあ多少ね伝授しましたけども、いいよ。いい？うん。じゃあ、いい？やだやだ。こちらの方もこれで、まあジョイパッドに関してはお客様が楽しんで貼るということで、まあこういうレンガなんかもタイルを使って先生をね塗り方も重い今までねフェンスこう囲っちゃったんだけど、今度新しいパターンでこう道路からまあいろいろとできる、今までのねストレートでフェンスより開放感があった感じでポイントになってみたいですね。外に見えに来ますから見えるように乱張りで化粧で、まあ草がまだ生えないようにという形で乱張りに全部してあります。やっぱりちょっと建物が個性のある色なんで、まあ、このとちょっと濃いめなトーンにして良かったんじゃないですかね。いやお孫さんと一緒にやる楽しみも釣ってましたから、うん、これこそ本当ガーデニングで、まあ向こうやりながらこっちちょっと模様替えしてくれと、これもお客さんが全部自分でやった。この辺がちょっと植栽が地植えで植えてたんで大きくなって、ちょっと臨時の方にも行ったりするんです。これはこのレンガを新しくしまして、ポストが設置ができるように鉢一つずつ、でこちらの方はこれ自体は前も
あって花壇になってたんですけど、これも一応花壇という形じゃなくして花台という雰囲気にしまして、このような形でここだけをちょっとアレンジした形です。やはりここのお客様はもう自分で作りながら楽しんでこう景を作っていって、だけど地植えしたやつの植物が大きくなったとか、そういうちょっといろいろ問題が起きたやつをそれを改善したっていう感じでうちの方が入りました。まああまりにもちょっと植物が多すぎて管理しにくいっていう部分を排除して、お客様がデザインした作った形をまあできるだけ生かした形でやりました。あとはちょっと模様替えしたり、お花を季節ごとのお花を楽しむという形で終わるんじゃないかなとは思います。ちょっとしたところの補修はお客様がやられちゃうと思うんですけども、はい、これでここの現場は終了したいと思っております。本当にありがとうございました。